どうもこんにちは、ザワチャンネルです。今日はね、久々の実況動画ということで、第2回中国実業団長距離記録会、男子 5000m 最終組の、模様ですね、皆さんと楽しく、そしてアグレッシブに、お伝えしていきたいなというふうに、思います。まあ本当にね、最終組、高速レース、13分台のね戦いになると思いますので、しっかりとね、外国人、そして日本人のねトップレベル、こちらの選手の走りを、守りながら注目していきたいなと思います。さあスタートいたしました。まあ、やっぱりね、主な注目選手としてはですね、外国人ランナーで言えば黒崎播磨、ジョエル・マウラス選手、そして、ジェフィー・ダン・キプランガット選手、そして中電工、ドナルド・ミティ選手、そしてね、またまた倉敷高校がね、新たなる、怪物なるんじゃないかなっていうね、本当に素晴らしいポテンシャルを持っている新留学生、イマニエル・キプチルチル選手。まあ、前回ね、僕も岡山県選手権で、キプチルチル選手のね、独走での13分台、あちらもね、目の当たりにしてますので、今度はね、こういった、速いペースの中で、集団の中で、どのように、イマニュエル選手、キプチルチル選手がレースを進めていくのか、この辺りもね、しっかりと注目していきたいなというふうに思います。さあ先頭はジョエル・マウラ選手。まずは最初の 400m 65秒ということでね、しっかりと65秒ペースを刻んでいこうかなという様相。そして2番手には岡本直樹選手、35歳、中国電力。まだまだね、発展途上、まだまだこれからの進化がね、楽しみな35歳頑張っていただきたいなと思います。さあダンキプランカット選手が2番手、マウラ選手の後ろにつきました。そしてその後ろに大阪ガス、野中選手。まあ、野中選手もね、北連ディスタンスですか、自己ベスト 5000m、1万メートルと、更新してますんでね、今年の2月の、前日ハーフ、山口だったね、ハーフマラソンでも、1時間1分切り、61分切りでね、自己ベストを更新してますんで、2020年、まあ、大阪ガスの、ね、飛躍の本当起爆剤となる選手の一人なんじゃないかなというふうに、思っております。さあ依然先頭は真浦選手、 800m 2分9秒、しっかりと65秒刻んできている。2番手に JFE ダンキプランカット選手、そして3番手に野中選手、で4番手に中電工ドナルド・ミティ選手に、5番手、こちら黒崎播磨、田村祐介選手。さあ田村選手はね、好調ですからね、しっかりと走っていただきたいなと。そして、最後尾、先頭グループ最後尾はキプチルチル選手と。さあ 1000m 通過2分42秒と。まあ、前回ね、キプチルチル選手2分36で突っ込んでますからね、まあ、そのあたり考えればかなり落ち着いて、1000m 入れたんじゃないかなと、いうふうに思いますね。さあこちら2位グループですね、先頭黒崎播磨、細谷選手でしょうかね、ちょっとねまだ2位グループの差に、先頭グループとね差がありますけれども。さあ 1200m 3分14、1分5秒と、ペース変わらず淡々と65秒ペースをね、刻んできているというところですね。さあそして、2位グループ先頭に、広島経済大学、外国人ランナーカランジャ・ジョスファット選手、遊学館 OB、こちらもね、しっかりと存在感を、見せつけたいところ。まあ、ちょっとね、中国地方、ちょっと広島経済大学ね、今 IPU のね、力がやっぱりガーッと上がってきてますんで、やはりね、中四国の、まあ、王者といいますかね、覇者としてはね、広島経済大学、しっかりとここからね、上げていっていただきたいなというふうな感じはするんですけれども。さあ先頭変わらずジョエル・マウラ選手、その横に、キプランカット選手が、並ぼうというところ。3番手に野中選手、そして、4番手田村選手と。さあこの先頭グループ変わらず、
ちょっとね、ジョス・ファット選手、2グループがね、ちょっと詰めてきました。あ、ちょっとやっぱりこの 400m、4分22の1分8秒ということで、ちょっとね、ペースが先頭グループ落ちてきてるんで、まあ、そのせいもあってね、ちょっと2グループとの差が、詰まってきているなと。黒崎播磨、細谷選手、そして2番手に中電工、相葉直樹選手、そしてその中に、カランジャ・ジョスファット選手と、さあ、中国電力勢もね、頑張っていきたい、松井選手、藤川選手あたりでしょうか。まあ、相葉選手もですね、国連かな、5000メートルの、ね、自己ベストを更新して、でまあ、去年ね、八王子ロングディスタンスで1万メートルの日本選手権参加標準記録 A を突破しておりますんでね、いやー、相葉選手もね、2020年しっかりと、頑張っていただきたいなと、広島大学、もう地元のね、広大卒のね、インテリランナー、13分台、28分台をね、しっかり出してきてますんで、頑張っていただきたいなと思います。さあ、2000m、5分28秒、ちょっとね、やっぱりさっきペースが1回落ちたんでね、そのせいもあって、ペース2分46秒というふうになっております。さあ、ここからね、立て直していきたい。先頭変わって、ダン・キプランガット選手。キプチルチル選手、オレンジ色のユニフォーム、マウラ選手の後ろでね、やはりこの倉敷のね、先輩後輩でね、しっかりと。さあ、先輩の肩を借りて、しっかりと詰めていっていただきたい。ちょっとね、2グループとの差が詰まって吸収しましたね、2グループがね。さあ、2グループからは、相葉選手、そして、立命館大学、ちょっとね、黒いユニフォームで、ちょっとね、紫のえんじか、あのユニフォームでちょっと分かりにくいんですけれども、こちらが前川選手。さあ、前川選手もね、2019年、13分台、そして28分台突入と、自己ベスト、更新してますので、まあ、今季の立命館のね、やっぱりね、エースの位置づけになってもね、本当不思議でない選手だと思いますんでね。さあ、前川選手にも頑張っていただきたい。さあ、2400m、6分34秒、ちょっとまだね、上がりきれてないかなっていうところはあるんですけれども。まあ、前川選手はね、しっかりと、いいリズムに乗ってるんじゃないかなという感じですね。さあ、キプランガット選手が先頭で引っ張ります。2番手にジョエル・マウラ、3番手にキプチル・チル、4番手に大阪ガス・野中選手に、こちら5番手ドナルド・ミティ・中国電力と。さあ、先頭グループ、まあ、ちょっとここからね、上げていかないとというところではあると思うんですけどもね、ちょっと65秒から、ラップがね、落ちてきてるんで、まあ、真浦選手もね、山口ナイター走って選手ね、まあ、疲労もちょっとあるんじゃないかなとは思うんですけれどもね、しっかりと頑張っていただきたいなと思います。さあ、2865秒、戻ってきましたね。7分39秒で通過。さあ、キプランガト選手がなんとか65秒ペースに戻しつつあるというところで、先頭グループ2、4、6、今8人ですね。最後尾は立命館大学、前川選手。さあ、注目の 3000m 通過、8分14秒と、いうところなんですけどもね、さあ、果たしてここからちょっと上げないとね、先頭グループね、2分46、2分46と、ちょっとね、ペースが停滞してるんで、ここからちょっとね、切り替えて上げていかないとというところでしょうか。ちょっと前川選手のペースにはしっかりはまってるのかなっていう感じはありますよね。この2分46の、1000メートルのね、スプリットがね。さあ、しかしちょっとね、ペースが上がってきたでしょうか。さあ、3200メートル、8分4、ちょっと落ちましたね。さあ、ちょっと3000メートル前後でちょっとね、ペースが落ちました。さあ、依然先頭はダンキプランガット、2番手ジョエル・マウラーで、3番手に野中選手。いや、野中選手もね、いいリズムで走ってますよね。
さあ、しかしね、ここから先頭グループ切り替えていかないとね、タイムが出てこないと思いますんで、伸びやかなストライド、まあ、こう見るとやっぱりキプランガット選手と、今、最後尾走ってるね、キプチルチル選手、フォーム似てますよね。聞いたらなんか名前にキプがつくと同じ部族といいますか、カレン人族っていうケニアの部族があるんですけれども、同じ出身、多分キプランガット選手もカレン人族だと思うんで、まあ、この辺りなんかフォームからね、いでたちからなんか似てる感じありますけどもね。さあ 3600m、 9分53、1分5秒戻りました。いや、この4秒はでかいですね。これにちょっと前川選手がついていけなくなったというところでしょうかね。一気に4秒も400m、ね、上げてきてるんで。さあ、ドナルド・ミティ、そして田村友佑もちょっと離れてきた。ちょっとね、この上げについてこれなかったのかなというところで、さあ、カレン人族ランデブーというところで、キプランガット、キプチルチル。ランデブー走行ですね。で、3番手、矢野中選手、強いですね。相葉選手もしっかり食らいつく。で、5番手に、ジョエル・マウラ選手と、ちょっとマウラ選手が疲れたかなという感じがありますけどもね。さあ、キプコンビで、先頭をね、がっつり引っ張っておりますけれども。さあ、まだね、キプチルチル選手に足が残っているのかどうか。さあ、4000m 通過、10分57と、さあ、いうところなんですけどもね。さあ、上がっております。64秒、10分57、64秒と、かなりね、キプランガット選手が、上げてきていると、ね、43秒までね、上げてきてますんで、さあ、先頭グループがばらけ始めました。誰もこのカレン人族ランデブーを止められないのか。というところなんですけどもね。いやー、フォーム似てますよね、やっぱりね、伸びやかなストライドで。もう腰高足長、ストライドデカのね、本当にすごいですよね。さあ、画面、2人しかね、今映ってませんけれども。かなり後半で、ね、上げてきてるんでね、タイムもちょっと期待できるんじゃないでしょうか。4412分1ということで、1分4秒と、さあ、ペース上がってきております。67とか8とかからね、やっぱこういうふうに64とかでバーンと上げられるとね、きつくなってきますよね。さあ、2位グループは、マウラ、そして相葉、そして野中と、こちらがね、3、4、5位ということですけれども。さあ、ラスト1周、鐘が鳴りました。さあ、キプキプ対決に終止符を打つのはどちらか。さあ、キプランガット選手逃げる、後ろからキプチルチル追いついてくる。ラスト300、バックストレート、見事なシンクロって感じですけどね。さあ、これはラスト200からのせめぎ合いですかね。さあ、通過しました。1分2秒上がっております。ペース上がっております。さあ、200m を通過して、後ろからさあ、大外回ってキプチルチル選手が先頭。この辺りのポテンシャルは計り知れない。そしてこのまま独走か、キプチルチル。来た！キプランガット追いつけない！ラスト！ラスト！走り切る！さあ、ゴール！出ました！ 13 分33秒40と、いうことでね、こちらの記録なんと、高1国際記録歴代3位というね、ビッグレコード、出てしまいました。まだまだちょっとね、途中ペースが停滞したところもあったんで、これはまだまだタイムがね、出てくるんじゃないかなというふうにも思うんですけれども。さあ、まだ14分一桁台、バラバラバラっとね、日本人選手ゴールしておりますけれども。
ああ、ジョスファット、まあ、なんとかね、14分20秒切りと、いうところなんですけれども、それでは最後にですね、キプチルチル選手、そしてキプランガット選手のね、ラスト400メートル、ファイナルラップをですね、タイム計測しながら、皆さんとね、もう一度見ていきたいなと思います。さあ、ここでラスト1周の鐘が鳴って、タイマースタート。ただね、ここではね、キプチルチル選手出ずに、キプランガット選手の後ろにぴったりと、張り付くという感じで 100m を通過。15秒。さあ、バックストレート。ここでちょっとね、キプチルチル選手がやっぱりちょっと溜めてる感じありますよね。変わらず30秒で通過。そしてこの第3コーナーからキプチルチル選手が外からキプランガット選手を追い抜いて、さあ、ラスト 100m というところでこの突き放し。さあ、57、58、59、60秒、本当に切る、切らないのね。微妙なラインですけどもね、しっかりと60秒でまとめてきたと、いうところですね。ちょうど3年前に先輩の、今、愛三工業って言いますけどね、キプラガット選手が、この中国実業団、記録会にね、出場いたしまして、あの時が確か34秒だったんですよね、13分。で、それを考えれば、今回ね、13分、33秒と。いうことで、キプラガト選手は、11月かな、11月の記録会で、13分22秒出していると、今回、かなりね、この三好っていうか、この会場がね、雨で、悪条件、かなりアップ、ウォーミングアップですか、するのにも結構難しい状況の中での、今、雨は止んでたんですけれども、レース中はね、雨は止んでたんですけれども、そのレース前でのこの持っていき方ですよね。そこから必ずしもね、いい条件ではなかったことを考えると、そしてしかも、キプラガト選手の、タイムは先着しているということを考えるとですね、キプチルチル選手、キプラガト選手以上のね、逸材になる可能性というのはね、十分、兼ね備えているんではないかというふうに思います。さあ、今、リザルト出てると思いますけれども、第2回、中国実業団記録会、男子 5000m 最終組、キプチルチルやばいなと、いうところで、今回はお別れしようと思います。ありがとうございました。Said I'm moving too far.